ーティストみたいに水持ってきましたね。いけそう。なんか3曲出していただけるんでね。3曲ほど。はい、そうなんですよ。それは皆さんの拍手で決めるんじゃないの。あ、そうなんですか。1曲目でちょっと滑ったらね、これ以上聞かせるわけにいかないから。じゃあ、一応聞いてみますか。自信あるんで。なんでこんなに自信あるんでしょ。自信はあります。はい、はい、頑張っていきましょう。じゃあ皆さん、本当にお願いします。トゥルーラブ。じゃあ頑張ってどうぞ。私たち失礼します。いつも通りね。本当にこうやってね、スタジオの中いなくなるんですよ皆さん。では、3曲出していただきます。1曲目がトゥルーラブで、2曲目が尾崎豊さんの15の夜、そして3曲目がゆずの青春の日々。聴いてください。時間もあんまりありません。与えられた時間は6分と聞いておりますので、どんどんね歌いたいと思います。続いてはちょっとね、叫ぶ系の曲なんですけども、尾崎豊さんね、ちょっと若い方もしかしたら知らないかもしれないですけど、尾崎豊さんの15の夜、聞いていただきたいと思います。改め34の昼ということでね、日中ということで、ね、15の夜でお願いします。聞いてください。落書きの教科書と外ばかり見てる俺、超高層ビルの上の空、届かない夢を見てる。やり場のない気持ちの扉破りたい。車の裏タバコを吹かして、見つかれば逃げ場もない。しゃがんで固まり背を向けながら、心一つも分かり合えない。大人たちを睨む、そして仲間たちは今夜家での計画を立てる。学校や家には帰りたくない。自分の存在が何なのかさえ分からず震えている。15の夜、盗んだバイクで走り出す、行く先を分からぬまま、夜の隣の中へ。誰にも縛られたくないと逃げ込んだこの夜に、自由になれた気がした。15の夜、ありがとう。ありがとうございます。
いや気持ちいいっすね。いやこれはワンマンライブ開こう、ね、はい、ありがとうございます。では最後の曲になりました。最後の曲はです、あ、最後の曲になりました。最後の曲になりました。まだまだ盛り上がれるか。まだまだいける人、いいぞ、いくぜ。最後の曲、あ、青春の日々。たくさんいらっしゃったんで、皆さんの笑顔が見えてスタジオよりもさらになんかこう自分の中でもテンション上がった、そんななんか感じになりました。ちょっとね、目がバキバキです。いや楽しかったです、本当。いや素晴らしかったです。皆さんもう一度大きな拍手お願いします。ありがとうございました。またアモーレマッタリーノ聴いてください。ラジオで毎日やってます。はい、坂本大輔君でした。